立山市立博物館では令和5年7月29日から10月9日まで企画展関東大震災と立山を開催しています。今年は大正12年に発生した関東大震災から100年を迎えます。100年という節目を迎え、関心が高まる機会ですので、防災を考えるきっかけにしたいと思い展示を企画しました。過去の災害について学ぶことで防災意識が高まり、災害による被害が減少することを願います。本展覧会では全体を5つの章に分けてご紹介します。100年前の大正12年9月1日午前11時58分、相模湾北部を震源とするマグニチュード 7.9 の大地震が発生しました。関東地方を中心とした広い範囲が被災し、死者・行方不明者は105,385人、建物被害は372,659棟に及びました。関東大震災の被害は東京や横浜の火災によるものがよく知られていますが、実は阿波地域も甚大な被害を受けています。千葉県は市原郡、君津郡、阿波郡の被害が大きく、特に阿波郡は千葉県下において震災の惨烈を極めたるは阿波郡と言われるほどでした。阿波郡の死亡者は1206人、負傷者2954人、建物被害は13,726戸です。また阿波地域では地形が大きく変わりました。地形の変動の様子からも地震の大きさを伺うことができます。土地の隆起や地割れが各地で起こり、西崎村見物では約 1.5 メートルの海岸段丘を見ることができ、富崎村メラでは房総半島最大の 1.9 メートルの地盤の隆起が確認されています。立山町にある高野島は以前は船で渡りましたが、干潮時には歩いて渡ることができるようになりました。阿波郡内でも特に被害が大きかったのは鏡ヶ浦沿岸を中心とした立山平野でした。北条町、立山町、名護町、宗像町をはじめ立山平野の町村は 90% 以上もの家屋が被害を受けています。阿波郡の被害の多くは建物の倒壊によるものでした。大正8年に阿波北条駅が開業すると、駅前に商店が集まり、駅を中心とした通りが栄えました。しかし商店が並ぶ駅前通りは地震により多くの建物が倒壊しました。北条町は阿波郡役所など官庫庁が集まる阿波郡の中心地ですが、地震により阿波郡役所、北条町役場、北条警察署などあらゆる建物が倒壊しました。また宗像町では家屋が倒壊した上に火災が発生し、340戸が焼失しました。火災は立山町や北条町でも発生しています。さらに富崎村には9メートル、西崎村には6メートルの津波が来襲しました。富崎尋常高等小学校に残された震災記録には、地震から30分後に津波が洲崎方面から平砂浦を襲い、藍の浜海岸やメラ港付近を洗ったと記されています。
この津波によって多くの家屋や船が流されました。しかし、波にさらわれた人はいませんでした。この地域では江戸時代の元禄津波による犠牲者が多くいました。犠牲者を供養する碑が残り、津波の恐ろしさは語り継がれてきました。また、道路に亀裂が入り、隧道が崩落したため、通行が困難になりました。鉄道は線路が歪み、駅舎が倒壊しました。鉄道が完全に復旧したのは11月28日でした。こういった関東大震災によって甚大な被害を受けた阿波地域の様子は多くの報告書や写真に記録されました。阿波郡役所では地震の直後に被災状況を把握するため各町村役場に報告を求めました。その際に町村役場が作成した報告書の下書きが各地に残っています。学校の教務日誌や個人の日記にも関東大震災の様子は記録されてきました。地震の直後は阿波郡外からの救援が絶望的だったため、阿波郡長をはじめ郡役所職員、各町村村長らが中心となって各機関への連絡、請願、救援活動を行いました。当時の大橋阿波郡長は、阿波郡の人々へ命が助かったことを感謝し、被災した人々を救護するよう呼びかけました。倒壊した北条警察署、倒壊を免れた北条税務署、水産試験場等の各施設とも協力して、地震後の対応に当たっています。阿波郡役所は全壊したため、地震直後は露店で事務を行いました。3日には畜産組合の破れた天幕で形ばかりの仮事務所を作り、倒壊を免れた北条税務署から椅子を借りて事務を行いました。救援活動の中心を担ったのは青年団員でした。郡外からの応援が難しいと判断した阿波郡長は、比較的被害が少ないと見た山あいの村々へ応援を依頼しました。被害が少ない地域から青年団、在郷軍人分会、消防団等の応援が次々とやってきました。また北条町や立山町では多くの病院が倒壊しましたが、限られた設備や薬を用いて傷病者の治療に力を尽くしました。甚大な被害を受けた阿波郡でしたが、大震災前後会をはじめ郡内外の支援を受け、地震後間もなく組織された阿波郡震災復興会が復興事業の中核を担い、一丸となって復興に向かいました。復興事業には道路、河川、海岸、港湾などの土木や建築物の復興、住宅支援、学校建設や設備の支援、農業、漁業、畜産業などの産業支援に加えて、うちわ作りなどの新たな産業支援事業もありました。また、観光事業で新たな町づくりをして、震災からの復興を図っていきました。関東大震災による死者の弔いはすぐに行うことができませんでしたが、9月12日には
北条町の法勝寺で大法会が行われました。10月1日には真言宗清張寺住職と浄土宗金泰寺住職が中心となり、阿波郡各宗寺院連合が北条小学校会場に阿波郡の震災死亡者のために大追悼会を開催しました。さらに北条町に震災記念観音や震災記念反省地蔵尊を祭り、関東大震災で亡くなった阿波郡内外の人々の供養を行いました。関東大震災に関する新聞や書籍は多く、当時の写真や報告書、写真を使用した絵はがきが残され、各地に被害を伝えました。また阿波郡各地には関東大震災の被害について記した記念碑が残っています。阿波郡に甚大な被害をもたらした関東大震災の記録と記憶は、写真、日誌、報告書、印刷物、記念碑、慰霊祭、言い伝えといったさまざまな方法で受け継がれ、現在も伝えられています。現在開催している企画展関東大震災と立山から一部の資料をご紹介しました。他にもたくさんの資料を展示しています。企画展関東大震災と立山は10月9日まで開催しておりますので、ぜひご来館ください。